皆さんこんにちはマンション管理の今後の行方と資格の魅力というお題で2018年度向け管理業務主任者マンション管理士この2つの資格のね説明会を始めていきます担当はレックス専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれでは、えー、資格説明会始めていきますがねまあちょっと固く入りましたがね、えー、まあわかりやすくこの マンション管理士管理業務主任者その2つの資格のまあ、内容というかね中身そしてやっぱり関心があると思います試験ですねまあ、どちらも試験受けないことには話は、えー、始まっていきませんのでの,の試験の内容そしてですねレックが提供しているその試験、えー、に向けてですねまあ、手助けできるというような形でのね、えー、最後にその講座の紹介などもさせていただきますのでまあ、約30分程度ですかねよろしくお願いいたします でですね、えー、と使用しますまあレジュメなんですけれどもこちらとなりますね先ほどのお題通りですねマンション管理の今後の行方と資格の魅力ということでありますので、まあ、こちらもしご用意いただければですね、えーいただえー、ご用意いただければと思います、まあ、なくてもまあ時折こういった形でプレゼンターに示していきますのでね、えー、特にまあなあどうしても入らないという方はそのままね聞いていただければ結構です、ね、はいではそのですね はいえーまあ、官業満館とよく訳しておりますけれどもこのマンションに関しては管理する上でこの2つの資格がありますね、えー、1つ目が管理業務主任者、まあ、もう1つがマンション管理士ですねでまああのー、この資格2つ使ったね、あのー、偉いさんたちはですね、まあ、頭はいいんでしょうけどネーミングのセンスが、まあ、いかんせんなさすぎるのとね言葉のセンスが悪いんですよね、えー、管管理理業務主任者マンンション管理士 えー、マンション管理士そのままですよね <laughs> マンンションの管理の資格なんでマンション管理士で,でこちらはそのまますぎてで一方ですね管理業務主任者になりますとマンションの「間」の字もついてこないで、まあ、一体何の管理業務主任者だっていうところもあるんですけどねまああのえー、いずれにせよマンションの管理の でであることは確かですね、はいまあ、もう少し言うとマンションの管理する上で法律とか会計とかね、まあ、そういったところのまあ専門家ではありますというところですね。で、えー、少しね、まあ、なんでこれ2つで資格に分かれているかっていうところもあるのでそこはですねこちらですね、えー、と図がありますので、まあ、こういう図を使いながら、ね、説明していこうかなと思ってます。まあ、マンションというとどういうふうにピンときますかね えーまあ、最近、まあ、確かにマンション増えててですね、まあ、駅から近くてそれから高層マンションとかになると、まあ、景色眺望も綺麗でそして最新設備が入っててっていう確かにですね。えー、で価格帯も比較的戸建てなんかに比べると安いしね、えーまあ、その通りなんですね。まあえー、と建て買うにすると、まあ 都心の駅から0分とか1分って考えられませんし、それからですね。あの地上100え、1 0 0 m 2 0 0ルの眺望なども手に入れることもできませんしね。それから、設備に関しても比較的えっ、ー、とマンションの方が新しいものをどん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 入れていくっていうのは確かにありますね。いいイメージあるんですが、まあ、いいイメージがありながらまあ、価格帯も結構低く抑えられるということはそれなりに。 欠点と言いけますかね、デメリットもあるんですよね。まあ、それが一つ、えー、一つの建物の中を区切って隣同士になっていますので、隣近所がですね、あのー、非常に近すぎるんですね、えー。壁一つとか床一つになりますので、その分やっぱりトラブルも起こりやすい。 っていうところですね。それからもう一つがですね、えー、っと自分の所有している部屋もありながらですね、みんなで共同して所有して使っているところもあるんですね。一つが入り口とか、それから雨風をしのぐ壁とか屋上なんかはみんなで、えー、所有しているところがあるんですね。そうすると、まあ 人間嫌なところですね、1人だと絶対トラブル起こらないんですけれども数名いや数十名数百名になるとやっぱり意見の統一もないからっていうことでなかなかううままく管理できないっていう状況があります。そうすると、えー、どうしても、まあ、専門的な知識もないしそれからもう一つ言うと無関心なところもあるので多くのマンションはですね、まあ、管理組合という、まあえー、本来は自分らで管理すべきところの組合を持っているんですが多くは 管理の専門業者であるマンション管理業者にその管理を委託してまあ任してしまっているということですねもちろんいくばっかのいくばっかっていうかなりのね報酬を払いながらっていうところです。でそうするとですね、まあ、こちらの管理業者としては専門的の知識がありの中でやります。 で一方頼む方の管理組合としてはですね、えー、知識がないことと、えー、みんなでやるから人任せっていうことで無関心になるんですねそうするとまあどういう現象が生じるかっていうとまあこれ一部であったりするんですけれども、まあ、余計な管理の仕事をやってみたりあるいは えー、まだ余計な管理をするんだったら仕事自体はするんですけれどもしていないのにお金だけもらったり、まあ、あるいはもうそもそもそのお金を、まあ、懐に入れてしまったりっていう不正がいくばくが起こってました。ですね。でしかも悪いことに無関心だから何年もいや何十年も発覚しないっていうこともあるんですね。えー、そういっったたことがあったので えー、2000年、まあ、今世紀に入ってですね、えー、このマンション管理業というのも、えーまあ、登録制度を作って、えー、そして行政の監督の下でないとこのなりわえができないっていうような、まあ、制度に変わりました。もう15年16年17年となるんです けれどもねでその時にやはり法律的な目線で、まあ、専門家としてですね、えー、きっちり、まあ、規制を受けた上でマンションの管理業を行っていこうというのであれからある意味法律的な責任者を置かなきゃいけないだろうということで制定されたのがマンンショののその管理業務主任者ですね、えー、この管理業務主任者というのはこの管理業者における法律的な立場での専門家だと思ってください。ね なんですがマンション管理士です。そのままやないかの名前の方ですね。えー、こちらはですね、えー、っとまあ、もちろんほとんどの管理組合が管理業者に管理を委託しているんですけれども、やっぱり自主性ということを持たせなきゃいけない。えー、その実勢を持たせる中でですね、やっぱり専門的な知識が まあ、あ,あんまり持ってないということなんで、直接的にですね。アドバイスを受けるような人が、えー、まあ、アドバイスをもらうような人ですね。まあ、そういう立場の人がマンション管理者だと思ってください。まあ、今までもいろんなところでですね、建築士さんとか、まあ、一部弁護士さんとかはですね。その管理組合から、まあ、えー、相談を受けてたんですけれども、なかなか敷居が高かったところがあるんですね。そこで、まあ、敷、え、居、ー、を低くしたというわけじゃないんですけれども、まあ、それこそマンションに特化。 まあ法律的あるいは他のところも踏まえて総合的にですねえ知識を持った人ということでまあ相談しやすいようなまあ相談の相手先として制定されたのがこれがマンション管理士です、まあ、どちらもですね結局のところマンションの管理をまあ専門的にやるので持っている知識は変わりませんけれども立ち位置がですねこのマンション管理士は管理組合から直接を依頼を受けて 相談に乗るということですね。えー、まあ、敵対関係になってしまうのが、この管理業務主任者の方でしょうかね。一方ですね。まあ、そういう形です。ま正、あ、しいですね。えー、まあ、あの管理業者と管理組合でまあ、契約関係にありますので、そこのね。あの立ち位置としてはまあ、相手方になるんですが。 やっぱり、えー、お金を払って管理をしている上ですから、まあ、何か断るにつれですね、この管理業務主任者も、まあ、この管理組合の人に相談に乗るっていうことは結構やってるんですねだから、まあ、あのこの2つの制度を作った時は明確なポジションがあったんですが最近はどちらかというとですね、まあ、あのよくこのマンションの管理の委託を受けてる管理業者のね担当の人、まあ、フロントマンとか言ってますけれども、まあ、そういう人たちが がですね、えー、まあ,あることにですね管理組合のま役員さんたちとまあいろんな話する中でどうしても直接的に相談を受けることも最近は多くなってはおりますですね。で一方ですねマンション管理士としてはですねまあ、直接的にこの管理組合の相談を受けるっていう立ち位置だまあ、もちろん今もそうなんですけれども別に管理業者にこの管理士置いても構いませんのでね、えー、であの後で見ますがどうしても このマンンション管理士はまあ管理業務主任者はどちらもまあ独立した資格なんですけれどもやや試験の難易度とか考えるとまあ上位資格のような形なのでまあ管理業者としては法律的にはこの管理業務主任者というのが要求されているんですけれども更にですね法律では要求されてないところですけれどもまあせっかく管理業務主任者取ったんだからもう一応マンション管理士も取っとけよということで結構管理業者においてもこのマンション管理士の資格が求められているのが現状では あますね。えー、まあ、結構ややその垣根がなくなってきたところなんですが、一応の立ち位置はマンション、管理者、管理組合の人に直接まあ、えー、相談を受ける立場、えー、管理業務主任者はですね。そのマンション管理組合とに委託を受けて業務を行っているところでの責任者まあ、専門家というイメージがこの2つの資格です。いずれにせよ、マンションの管理において、専門的な知識を持ってやっているというところでは変わりませんかね？はいで。 その辺が詳しくはですね、えー、と次のページ開いていただいて、2ページないしは、えー、3ページにね、まあ、相談、うんぬんかんぬんというところもありますので、まあ、こちらはですね、さ、まあ、ざっと読んでいただければと思います。ざっくり言いますと、えー、まず管理業務主任者の方なんですが、 どちらかというと職業資格になりますので、まあ、管理業者に勤めててそして管理業主任者の資格を取ったということになるとやっぱり資格者ですすすから、まあ、それ相当の収入はは安定すると思いまこれもさっき「思います」っていうのを言ったのは。 会社によっても違うところがありますから、それこそこの資格試験を受ければ、えー、と報奨金が出るとかそれから資格を持ってやってると、まあ、もちろん資格手当ということも考えられますがこれはま,あまちまちなのでね、まあ、一概には言えないところですが、まあ、例えば就職するに際して、まあ、マンション管理会社に就職するに際して絶対的にに有利になるのはは当たり前ででしょうかね。はい、管理業務主任者です。マンション管理士は、えーまあ、これも立ち位置としては一応独立開業ということをまあ前提にしております。 が、先ほど言ったようにですね、あの何も独立開業だけではなくて、まあえー、資格を持ってマンション管理業者に就職している人も結構いますしですね、それからあのマンション管理士に関しては、えー、と道がいろいろ多岐に分かって,っておりまして、まあ、独立開業も先ほど言ったように、まあ、管理業者に勤めることもあるいは自分が、まあ、もう一つ資格を持ちつつですね、例えば建築の資格を持ちつつマンション の管理も特化したということでね。まあ、こういうふうにプラスアルファしていくとまあ、かなり強いえー、まあ資格ではあるということでね。まあ、少しずつ要素は変わってきてるということですね。で、まあ、今後の展望としましては、これは？ どの資格であってもですね資格だけ持っていても何の一線の得にもならないので、まあ、そこをいかに生かしてっていうことなんですけれどもその現状を見るとそんなに暗くはないです明るいはずですなぜかというと一つですね、えー、マンンションが多くなってきてきるからですしかもですねこれ嫌なところなんですが。 えー、マンションが多く作られている反面ですね老朽化しているマンションも多くありますその老朽化はですねいろんな問題を生じさせておりますよね、えー、例えば、えー、それこそ マンンションが老老朽朽化化すするとともに人もに人してですねどういう状況になってるかっていうとマンションもまあ40年50年経ってるんですけどなかなか分譲をまあ最初に買った人がもうそれこそお亡くなりになって2代ねえ次の代っていうことなんですがその次の代の人ってなかななかかそこに住まないんですよねやっぱり自分らは自分らでっていうことで、まあ、まあいわゆるその全体マンション全体見る中でですね何部屋も空き部屋があったり。 えーまあ、空空きき家マンション空き部屋マンンンンシショョですねでこれが極端な話になるとそれこそ、えー、っと住んでるところの方が進なくなっていわゆる限界マンションという形になったりしてねその運用それから耐震上の問問題題ななども、まあ、問題になっておりますそれから今はですね、えー、そういった空きのマンションを利,、まあ、利用する上でですね、まあ、民泊として使おうかうんぬんかんぬんという動きもありますのであのー まあ、マンション管理者や管理業務主任者にとってはですねもうマンションから発生するトラブルっていうのはだん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 ,だん多くなるのでその点まあ、えー、職業としてのまあ目線としてはやっぱり、えー、これからどん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 需要ニーズが高まってくるところではあるとは思います。はい えね、マンション管理士管理業務主任者ともですね、まあ、マンションに関するものです嫌、まあ、ですけれどもトラブルが抱えるば抱える分やっぱり増えてくるということですね。でそしてもう一つのまあ目線から言うと3ページの方なんですがね、まあ、これあの国土交通省が5年に1回ですねマンションに関する、まあ、いわゆるいろんな調査をしているんですけれどもその中で若干古いんでね、えー、今度は30年になるのでどうしても25年のまあ統計資料なんですが。 マンションのまあ専門家の活用事例としてはですね一応今までもあるんですけれどもあのマンション管理士自体の資格がない、えー、まあこの資格がですね全盛期がなかったのでですね、まあ 頼るととところというと先ほどまあちらっと言いましたが弁護士とかまあ建築士とかまあ一部その他の資格とかあるんですけれどもなかなかえっと敷居が高かったっていうところがまあこの世紀2000年に入ってこのマンション管理士の制度を作りました、まあ、少しずつですがねえまあ浸透しておりますのでまあそこの一番になっていく立場がこのマンション管理士ですのでねぜひ,ぜひえまあここからいろんなことを考えている方はこのマンション管理士もね踏まえてね えー、考えていただければとは思いますねえー、っとせっかく作った制度ですからね、まあ、ぜひぜひ、えー、今後も、まあ、国としてもしっかり生かしていくはずですのでねまあ、その辺をうまく考えていただければというところですね。で一体どうやったらなめるんだっていうところなんですが全体筆定条件としては試験合格しなきゃいけないですね資格試験に受からなきゃいけないというところです。で ガラッと話は変わりますがその資格試験どういう形で実施されるかそしてその内容をですね、えー、見ていきたいと思うんですがレジュメの4ページですねまあこちらにはどういう形で実施されるかというのが載っております、えー、左管理業務主任者右マンション管理士としてね、えー、と実施はですねまあこの覚え方が覚えやすいと思いますね12月の一番最初の日曜日に管理業務主任者の試験があります でその1週前すなわち11月の最終の日曜日これがマンション管理士これは変わっておりません日付は毎年変わりますけれどもね日曜日です。で実施する場所はですね、えー、これちょっと悲しいところなんですが東京大阪名古屋などの大都市となります。ででですすので、えー、すいませんん地方方に住んでる方ははひょっとしたら試験当日は 東京や大阪や名古屋などのねまあ大きな都市に出ていかなきゃいけないということにはなるとは思います。はいまあ、ただ試験実施時間が午後の1時から2時間なんでねまあそんなに無理なくはいけるとは思います。はい、で願書、まあ、これもえと覚えておくようにはしておいてくださいどうしても忘れるっていうことがあるんですね。あの9月中に出しますで あの願書配布自体は1ヶ月前からやっておりますが、まあ、9月中に願書を出すというのは、まあ、覚えておいた方がいいでしょうね。で試験は50問の2時間で、えー、全部4試宅4択ですね、えー、これで実施されおりますだから比較的、まあ、あの受けやすいっていうところでしょうかねこれマンンション管管理理士もも業務主任者も変わりません、えー、全て2時間で50問4択なんですね。で えー、変わるというのは、うん、やっぱりここでしょうかね同じような形式でやっていくんですが合格率が若干違いますだからまあどちらかというとマンション管理士の方が難しくて上位資格とは言われておりますがね大体、えー、いいマンション管理士の方は789%で推移しております。 12%変わるのはこれ一点のところに集中するのでどうしても12%の誤差は出てくるというところですね。で一方管理業務支援者も12%の誤差はありますがだいたい20%から212%です。まあ、パーーセンテージだけ見ると、まあ、3倍ぐらいでしょうか,、ねえーまあ、かといってあのマンション管理士に比べると23倍のまあ合格率があるということなんですが。 全体で考えるとやっぱり5人に1人ぐらいしか受かりませんので難関資格といえば難関資格です。で面白いことにこの管理業務主任者もマンション管理士も、えー、まあ合格率は違うんですけれども合格ラインですねこれ不思議とですねまあまあ大体毎年7割の割ラインの前後なんですね。えー、だとときますと 管理業務主任者の方は34点36点35点37点32点35点点点点点っていうのね。 お、えー、およそ35点近辺その7割ライン、まあ、前後で推移しております一方マンション管理士もそうですね34点37点36点34点点点点点点と大体7割ぐらいで推移してるんですよでこれ実を言うと7割取れば受かる試験じゃなくてやっぱり、えー、と職業資格もあるので、えー、とどれぐらいの人数を排出しなきゃいけないということでやはりパーーセンテージででやってるんですねそのパーセンテージで切ったところが面白いことにまあたまたまそれが大体7割のラインというところで。 でこれ結構勉強すするる上でではヒントになるんですね、えー、どういうことかというと、まあ、勘の言い,い方とかあるいは容量の言い,い方はピンときたはずですそうか満点取らなくてもいいんだな、えー、15問は落とせるんですよっていうところこれ結構なヒントになりますもちろんあの講座なんかね利用していただければまあどういうところから点数取ればいいかっていうところなんかもお伝えしますがね、まあ、こういった性質ではあります。 だから、えー、っと、逆に言うと、きっちり勉強していって受からない試験じゃないっていうか、絶対受かる試験なんですね。で、マンション管理士は結構難関だと言われておりますけれども、あのしっかりする、えー、しっかりねあの、合格すべき勉強すれば絶対受かりますので、まあ、そこはご安心ください。大体、まあ、何年も受けて受からないっていう人は、ちょっと違って勉強したりしてるんですね。決して、あのー 無理難題なまあ、試験ではないというところです。まあ、やったら必ず返ってくるね。あの嘘をつかない資格試験でありますから、その点はご安心ですね。はいで、もう一つだけ言うとですね。まあ、先ほどマンション管理士のものえー、まあ、資格試験の方がやや難しいんですが、こういう状況にもなっております。2つのまあ、あの言い方悪いんですけど、類似したマンション管理の試験ですから、内容も非常に似通ってますので。 一つ、まあ、例えば管理業務主任者の試験の方を受かっていれば次年度はマンンション管理士で5問おままけくれますあのどういうことかというと50問の資格、えー、まあ問題数の中でですね5問はまるまる勉強せんでも5点もらえるんですねいわゆる免除科目というのがあります。で マンション管理士を受かっている人も実を言うと翌年からですね管理業務主任者においては5点免除になります。で、最近はですね、もうパターン化されておるのが大体あの、まあ、2つ狙って受けて、まあ、1年目はなんとか管理業務主任者を受かっていただいて、えー、そして次の年ですね、えー、っとマンション管理士を受かるときなんかは管理業務主任者の試験で合格しておりますのでっていうパターンがですね、結構パーセンテージ的に少し小さいですがね、4割ぐらいに達してるんですね。 ですがレックとしてはです、ねえー、何も1年目管理業務主任者とって2年目って2年がかりでやることは進めてなくて。 できるんだったら勉強始めた年に管理業務主任者とマンション管理士と、まあ、どちらもねダブルで合格していただければということの願いを込めてダブル合格コーダーなんかもね用意しておりますのでね、まあ、あんまりその意味あの1年目管理業務主任者マンション管理士2年目という意味合いは持たない方がいいとは思いますね。まあ、ただそのの免除制度というのはありますで,す、ね、で続いてなんですが試験の中身どういうことを勉強すればいいかということなんですが。 結構マンンションの現場に即してはおります。でこちら5ページなんですが大きな5番でですね「官業マン満開の資格試験の内容とは」としてあるんですが結局マンションで起こうる,るトラブルに対してそれに対してどう対処できる能力があるか、まあ、知識があるかっていう問われるのでまずどういうトラブルがあるかっていうところから始まるんですよ。 えー、これもまあ統計資料の中なんですけれども大きく言うとですねマンションのまあその総合調査,に調査によりますとマンションにおけるトラブルとしてはいののようなものがありますはい、居住者間の行為マナーをめぐるもの55.9%はい、えー、次、建物の不具合にかかるもの30%そして費用負担にかかるもの。 ですねえー、ちょっと言葉では推測しにくいところがあるとは思いますがマンンション居住者間の声って何ですかって例えば多くのマンションはマンション独自のルールとして管理規約というのを設けておりますマンションのルールですねペットは飼っちゃいけないとか、まあ、そういうものですねそれを破った人どうするんですかで勝手にそいつ捕まえて追い出すわけには実を言うといかないんですね法律にのっとってそれからその管理規約のルールにのっとっていうのはどうしても法律的な知識が必要となってきます。 夜中中うるさい人、たと,たとえきあのー、マンションのルール規約にはこんなこと書いてないんですけど、夜中中うるさい人どうにかしたいですよね。まあそういう人たちに対してどういうふうに対処していくかっていうところですね。えー、話し合いしますね。話し合いどうやって進めていくんですかっていうところも踏まえてやっぱり法律的な知識を持っておいてくれっていうことなんですね。それの相談を受けて解決するんであればっていうところです。 もう一つはマンションは、えー、一つ自分の部屋だけじゃなくてですね、みんなで共同して所有している入り口とか壁、えー、外壁とか、えー、屋上などがありますね。どうしても劣化していってしまうんですね。そこである程度マンションに関してその建物の不具合なんかの知識を持ってないと、いらない工事しなしていくこと なそれを見抜かななきゃいけないけですねそれからこの、えー、修繕工事は絶対もう最初にやるべきことだっていうことで、まあ、そういった、あのー、ものすごく専門的に深い知識までは要求しておりませんがある程度のね建築や設備に関する知識を持ってないとこういう相談には乗れません。でもう一つがこれトラブルとして多いのがあの人は金払ってくれない、えー、いわゆる費用の負担に関するものですね。 えー、払ってくれない人もいるでしょうし夜逃げする人もいるでしょうしがめ、えー、る人もいるでしょうしそれから、まあ、管理会社に不要な工事を、えーねえー、されることもあるでしょうしそういうのを見抜くことなんですがその不正などを見抜くためにはやっぱりきっちりした会計の知識がいるんですね、えー、ですのでしかも、えー、比較的かか簡単です。法律系 建築設備系そして会計系以上からおおよそ構成されておるんですね。マンション管理士も管理業務主任者も大体同じですね6ページですね。 はいまたこれも左マンション、えー、失礼しました管理業務主任者右マンション管理士としてその50問4択のおおよその内訳を書いてありますきっちり何本って決まってるわけじゃないんですがお,おおよそですね上からマンション管理適正化法区分所有法等とあるのがですね法律ですね約、えー、30問ですから6割がこの法律からの出題だと思ってください。これはマンンショ管管理士管理士業務主任者大体同じでですねで次に えー、まあ、えー、管理実務会計とありますが多くは会計であったりするところで管理業務主任者はそれ比較的多くてまあまあ大体、まあえー、実務知識も入れると8問9問でしょうかね。マンンション管理士、えー、4問程度ですで建築設備の知識が 管理業務主任者がマンション管理士もやや少なめでまあでも最近は13も4も出ることもありますしねマンション管理士が15もまあざっくり言いますと管理業務主任者は法令6割それから、まあえー、実務会計が、えー、約2割ですね、えー、そして、えー、建築設備も2割まあ1.5割と2.5割っていう感じでしょうか。 はい、マンション管理士の方は、えー、法令が6割、えー、そして、えー、会計実務が1割そして設備が3割という形でしょうかねまあそんなに変わるところじゃないんですよで、まあ、もちろん科目によって特化されるところもありますがおおよそうですねマンンション管管理理士もも業務者も学んでいいくく知識は同じだだと思ってくださいでよく「どこが違うんですか?」って言われるんですけれども。 まあ確かにあの設立されたまあえと15年ぐらい前なんかは問題の質が結構変わってたんですけれどもその質というのはですねあの管理業務主任者とししてててはきききっっちちりり仕事ををこなしていかなきゃいけないいいいかかゃけのでで法律をきっちりおさ、まあ、覚えてるかっていう目線ですねマンション管理士はそのトラブルがあって直接相談を受けるのでその法律をどう使っていくかっていう目線でちょっと具体的なこと,こところはねなかなか見えないんでしょうけれども、まあ、きっちり覚えていく試験。 でそれを応用していく試験ということで同じ法律でもそういう違いがあったんですが最近はどちらかというと結構。 昔マンション管理士で、えーまあ、目線で作られた問題が管理業務主任者で一方マンション管理士もきっちり覚えておこうよっていう目線が出てきたので管理業務主任者で聞かれたようなことが最近ねマンション管理士においてっていうのは結構あって、あのー、まあ問題の流用というわけじゃないんですけどお互いに行き来してるのが現状ではあります。だから 特に近年はこのマンション管理士管理業務主任者のね、あのー、差をつけて勉強ということはそんなに、あのーえー、行われてはおりませんかねもちろん直前になって、えー、過去問の学習とかになってくるとねそれは分けておるんですが、えー、っと管理業務主任者マンション管理士ねでどちらも狙いたいっていうことは絶対的にやっぱりおすすめるのが同時に並行的に学んでいただけるまあダブルでやる。 勉強方法ですねでもし管理業務主任者なんかは管理業務主任者の試験をもうすでに受かってるとか勉強済みだっていう方はもちろんまあ特化してもいただける、えー、まああるんですけれども、まあ、その辺考えてレックではさまあ様々な講座を用意しておりますので最後になりますけれども若干ですがこのレックでご提供している講座少しだけ聞いてくださればと思います。 はい、それが7ページになりますけれどもですね、えー、6番として2018年度向けでは「官業満館のコースにおいて、えー、まあ大きくまあ3つ置いております一つ一番上のものがですね、えー、こちらのですね官業満館ダブル合格コースとあります。結構69回としっかりとっておりまして、えー、最初のですね、まあ、合格講座インプット講座から始まって一問一答で知識を確認していく講座ですねそしてまあ過去問を使った、まあ、この試験はどうしてもやっぱり過去問 が全てと言っていいぐらいですからそこの講座をねしっかりしつつ最後はですね実践的な演習問題に入っています。まあ、ここに、えー、ボーンと入っていただければ、まあ、全て始まりから合格まで、まあ、面倒見るという講座ですね。でこれは例年、えーまあ、ずっと用意しておるんですが一つ、えー、いろんな声がある中でですね要望が多かったのがですね実はこのダブル合格コースというのはオンリー 通信えー、まあまあ通信といいましても、まあ、映像付きでですね、えー、っと具体的に分かりやすく説明していくものなんですがそうえー、っと生の口座がないというのが、まあ、一つ、えーまあ、ずっと声が上げられてたところなんですね。まあ 欠点ととといいますかねあのちょっと足りないところのですねでもちろんいろんなニーズがあります私はもう通信で十分だということそれから時間がないから自分が好きな時に見れるという、まあ、メリットとしてまあ通信がいいんですがどうしてもえと生っていう講座っていうことが多かったので今年用意したのがこのハイブリッド合格すみ、えー、ませんハイブリッドダブル合格コースとなります。 このハイブリッドダブル合格コースはですね、まあ、今までのまあ通信のものにプラスアルファここですかね、えー、およそ月2回行われる、えーまあ、いわゆる通学に来ていただいてそしてまあその通学来ていただいた方にですね、まあ、直接まあ講師に、えーまあ、質問をぶつけてもらったりあるいはこういう使い方する方もいます。 あのやっぱりサボり癖っていうのは絶対人間出てくるのでそのサボり癖を何とか止めてもらおうということで月2回でもねその学校に通うということをやっていけば、まあ、あサボらないそして休まない。 えー、継続していくっていくうことなんですねこの試験大切なのは継続ですからねそれができるということでまああのー、いっぱい利点はありますのでねもしただこれもちょっと一部地域になりますということでちょっとご了承くださいなんですけれども、まあ、今年から入ったこの通学付きのね講座も用意しております。 そしてもう1つがまあ学習経験者向けまあ主にマンション管理士特化しているという方に向けてなんですけれどもえまあ1つ2つ3つの上乗せの知識をえまあ植えていただこうということでマンション管理士上級コースということで用意しております。 まあその他ですねまあいろいろ組み合わせもちょこっと書いたりして自分に合ったような講座なんかもまあ選べますのでねそのあたりはぜひぜひ各地にあるレック本校に来ていただいて、まあ、そこに相談乗りますしねそれからえっ、ー、とはいレックで、えー、ありますがまあホームページなんかご覧になっていただいてね、まあ、詳しいところもありますしそれから早期で 申し込んででいただけるとですね、まあ、あの最終ページにあるようにですねかなり大きな割引もございますので、まあ、早期割引とかあるいは最近はですね不動産資格ということで宅建の資格持ってる人なんかがまあそのままマンション管,、ね、管理の資格ということが多いので、まあ、そういった大きな割引などもありますし、まあ、自分はどういう割引使えるかっていうところもですね踏まえてまあ各校で相談していただいたりあるいはまあとてもとても近くに学校がない方は、えー、まあ でもコールセンター用意しておりますのでそこで受講相談なんかも載りますのでね是非是非そらくこの、えー、映像を見ていただいたということはある程度というかねかなり関心があるところですので、まあ、思い立った時にですね思い切って、えー、今年 えーまあ、聞いてる人にとっては来年になるかもしれませんけれどもこのぜひぜひこのマンション管理であるね、えー、マンション管理士管理業務主任者の資格を、まあ、取っていただいてということでその中で少しでも私たち、えー、がですねお手助けできればということでさ、えー、まざ、あ、まな講座を利用していただければというふうには考えております。はい、はいい まあそれではえまあ本の概要とまあ資格内容でしたがねえ以上にてえマンション管理の今後の行方と資格の魅力ということでえ講座説明させていただきましした。終了します。お疲れ様でした。